したもん。ああ、そうですね。休みもクソもないから。うん。いいよ。はい。そしたら、ちゃんとした質問してよ。ちゃんとした質問。的確に答えるから。的確に。難しいですけど、まあ、やっていきましょうか。はい。まあ、いろいろ、まあ、頑張ってはると、いうことですけども、うん、そこにはやっぱり信用とね、うん、資金と、うん、そういうのが必要かなと思うんですけども、みんな同じことやな、うんうん、でお金なかったらまだいいんでしょう。はいはいはい。それはどういう感じでやってはるんですか。例えば銀行とか。何を、不動産。そうそう、資金がいるだろうから、うん、その辺をどっか銀行に助けてもらうというか、うん、融資してもらうとか、うん、そういうのが必要になってくると思うんですよね、うん、基本的に銀行ですか、知り合い近くに融資受ける場合、はい、うん、そうやな、地銀2個、信用金庫1個、この近くですか、でしょうね近くとそれは遠くはないわな。うん、なるほど、はい、で、で、俺まあ何、あなたが不動産やりたいの。いやいやいや、全然やりたくないです。なんで、私そんな興味ないし。興味と興味、もう不動産のものにはあまり興味ないです。物に興味ない、はい、実物に興味ないんや。というかまあどっちかというとソフトウェアですね、興味あるの。ああ、今形のないものか。そう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 、詐欺師やなまあ AI とかね、今天使やな。いやいや、物じゃないですよ、うん、あなたはどうやって銀行からお金借りるの。え、あなたは資金は、まあ、銀行が借りる場合ありますけども、うん、そのたくさんはいらないですよ、物がないや、うん、俺今何も借りてるのもあんです。うん、1、2億7億。7億すごいですね初めて聞いた。いや、初めて聞いた。俺も最近だ大丈夫かな、7億すごいな、これちょっとほんまに大きい声で言うたけど、俺大丈夫かなこれってちょっと最近思ってんのよ。これ俺やで。いやいやいや、俺の顔やで。うん、7億タバコ吸うてる。立派やろ。立派といや、もうそうですね、できないしね、私には。そうやろ、俺もビビってんねん、もう最近ビビるというか、まあまあビビりましたね。昭和の人間です、それ昭和の不法ですほんまやね今7億4000万ある岸和田の、岸和田の、なるほど、ね、野球小僧が、野球小僧が銀行さんが7億勝ち抜けリトルリーグのそれもこのアンジェスで、アンジェスで医療関係なし、無借金やからね、うん、医療系の、あっちは無借金、あっちは借金ゼロや、はいはい、借り入れゼロ、うん、アンジェス7億俺一人で傑作やろ。傑作やね、うん、思うでしょようついてきてくれてると思う、銀行ほんまによう頑張ってくれてるわ、うん、銀行さん、ね、ガンガンついてくる、ほんと、うん、もう逃げへんわね。もうここまで来たらもうとことん付き合いますわみたいな。今どきないよそんなの。そう、中身だって健全なんで。中身はちっちゃくやって一人でね、こんなシコ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 努力してるけど中身は健全なんで、まあ今ね買い進んでいってる途中なんです。さあなかなかまだ日の目は見てないけど、順番に順番にやっぱり、で俺やっぱりね、銀行さん見てくれてんのはね、お家賃入ってくるもの俺使わんから、全く。家賃入ってくる、ただ今買って家だって有権者さんが住んで、家賃入ってくる口座があるわけですよ、物件ごとにね、はいはいはい、ね、うん、そのいっぱい口座作ってないよ、うん、2つ3つあるわけですよ、お家賃入ってくる口座が、はいはい、ね、でお家賃入ってきて、必要経費、いわゆる1ヶ月の入庫修繕、なんじゃかんじゃかかってくるわけですよ、ね、インターネットのとか清掃代とか管理費とかね、いろいろ。そこよりはから俺は1円もお金使えへんから、うん、節約家やから要はだからご飯まあ割とそういうとこあるわね、節約家というか、俺今1ヶ月だって3万円で暮らせたら住めるもん、暮らせるもん、うん、なるほど。タバ
箱代だけやから7億言うたら毎月何本か払うのか返していかんと思うね。まあまあ、結構なもんですよ。結構なもんですよ。10年としてもね。そうね、ちょっとあなたはびっくりするような、うん、大丈夫ほんまにみたいな。1年で7000万か。すいません、管理人さんに対応いただきました。あ、またお願いしておき、任せときます。あ、ちょっとまだ俺も抵抗でね、1時間後でも全然大丈夫なんです。すいません、すいません、もしないです。これもちょっと対応中で申し訳ないです。はーい、はーい。今また不動産管理会社の方からね。すごいね、7億管理会社ない。今ちょっと物件ちょっとトラブルあったんで、うん、そうですか、うん、いいじゃないですか。いいよ、これで終わってもらうもん今日は。7億でも終わるよ。ついにかない。まあまあそれあれなんやけど、ほんまにね、あの、うん、要はあの質素契約、うん、それはもうせこいっていうわけじゃないね。だからもうな、そのお洋服買うとか靴買うっていうこともね、うん、俺いつも同じ格好してるやろ。ああ、そうそうやね、汚い格好してる。汚い軽自動車乗って13枚の軽でもあれがあるよ、あれランボルギーニやろ、あれは、あれは資産や、うん、店やね、店で資産やね、あれは資産です。だから浪費とね、うん、資産は違う、うん、あのね、資産形成とは違うね、うん、例えばだランボルギーニアベンタドールですわ、うん、俺のあの車いくらですかね、8000万なんでやと、4000万ほどね、はいはいはい、だから旗から見たらですもん、うんうん、無駄遣いやんか。そうやね、人から見たら、うん、はてな、こんなもの、うん、俺まだ一回も乗ってないからあれ。デッド電気もつながって、うん、ね、カバーかぶったまんまですわ、うん、で言ったでしょ、値が、ね、上がるんですわ、ね、うん、節税と値が上がる、うん、なるほど、はい、無駄遣いじゃないんですよ、うん、そうでしょ、はいはい、4000万の車買うっていうことは、ね、法人としては消費税400万、これ税務署に取ったら怒られるやんけど、僕はちょっとカットするけど、だから浪費と、ね、資産を形成する買い物とは違うわけですよ。で浪費ってじゃあ何や、あなた浪費、うん、もう必要ないものを買うというかね。違うよ、買った瞬間、消費財も一緒、タバコも一緒、コーヒーも一緒、これもね、ちっちゃいけど、それでもこれも浪費はあるし、っていうことは、買った瞬間に負債になるもんですわ。要は、いいですか、値段の上がらんもんよ、買った瞬間に、あなたのこのメガネも、あなたのこの時計も、買った瞬間にもうこれは価値下がってるわけですよ。なるほど。不動産買った瞬間に、だから俺は含み益のあるやつしかいけんから、うん、要はだから買います、うん、ね、うん、いいですか、一つの物件3000万円で買いますと、うん、いいですかね、うん、だからこの3000万円で買ったらキャッシュの毎月のお家賃、まあ年間の家賃ですわ、うん、年間ね、うん、年間のやつが、まあ収支ですわ、利回りね、うん、利回りのところで言うともう 10% 超えてこんと絶対出せんと、うん、12%、23%、うん、もう今 15% 取れるのは物件なんかほぼないんで、うん、まあ 10% 超えてきたらまあまあ検討に入っていくっていう物件ですね、うん、プラスアルファいいですか、うん、買った瞬間に利益が確定している物件ですわ、わ、うん、かります、要は買って、うん、ね、うん、半年後1年後に売ってもそれより高い値段で売れる物件を買っていくわけですよ。でそれを家賃で回していくわけですわ。これを探すのが大変な、うん、まあそのね、今探している物件というのはある意味こう、うん、安く、基本的に不動産というのは安く買うだけ、仕事は、ね、それをまあ、価値のあるものに変化してるわけ、そう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 、安いものをさらに安く買い叩いて価値のあるものに化けさせて収益を上げるっていうことだけです、うん、単純なことなんですよ、うん、それがでも一番難しい、うん、そうやね、もう昭和の不動産王やね、何よみたいな、地味にこんな汚い格好でいつもヨレヨレの格好、まあそれが大事でしょうね、えそれがね、興味がなくなる、まあそうそれを見て、まあ銀行もまあ信用したわけやね、そっから出勤せえへんだもん、ずーっと増えていくねんから、ただ毎日来んねん、俺の働仕事してるところに銀行毎日、どこに欠かさず、ここに向こうにも顔出すねん、何しに来てるかしてる、
なんか変なもん買おうとしてないかっていうのを見にチェックし、うん、そうならんこやもんね。今日なんか変なもん買ってませんみたいな。いやいや大丈夫大丈夫、もう一応資料全部渡す、これとこれとこれとこれ、これ今テーブルに載ってんねんと、うん、これ見といてと、うん、他にないですよね、変なもん買おうとしてないですよね、うん、まあ、ひょっとしたら変なのになってしまうかも分からないですよね。こけてまう可能性もないことはないですよね。絶対安全牌けど僕は、うん、だからそんな大きな球をバンバカバンバカ狙っていけへんのでね、うん、うん、ね、まあ、借金王ですわ。それは今日初めて言うけど誰も知らんと思う。原因があるわけですわ、うん、誰も知らんと思う俺そんな借金抱えてんの、うん、だから顔は青い顔してないやろいつも、うん、いや最近ね、うん、めちゃめちゃしんどいね、うん、最近しんどそうだなと思うんやけどね。借金ってこんだけしんどい。いや分かりますよ、借金精神的に重いね、うん、テニスできへんだけど、テニスしてる場合ちゃう。テニスしててもお金の1万円の俺いっぱい飛んでるそうやね、うん、ボールが飛んできても、うん、もう意識もおろうとなってるわけ、うん、この年になって、まあ、ここで発散したらいいですよ。この年になってこんな借金抱えて俺もあとあんま来年には10億超えてるから多分借金、うん、どうしようこれ破産したら許してねえ。いや、ええ、え、ねえ、一人の人生ですよ。面白い言ったらいいですよ。人ごとや思て。どうなんすか。どうなんでしょう多分。人ごとや思て。節目はな、2億ちょっとやな、超えてきたとぐらいから。加速度的にいくな。だそこまでちょっとビビりながらやってんねん、結構。めちゃめちゃビビりながらやってんねん。でもうやめようか、ここら辺でええかってなってるんやけど、銀行がボソボソっと。まだ行けますよ言うてくるわけや。本当こっちがこっちはこんなん言うてるけど大丈夫かってこっちの銀行に言うたら、うん、いやうちもう行きますよってボソボソっとこう言うてくるわけよ。怖いなこれ、昔のバブルやな。ほんだらちょっとええの見つけたら、これどうこれどうって出すわけよ、うん、いやうち待望 0.7 で出しますよっていうから、0.7 いらんからもうタイム外れしまって貸せと、うん、な、うん、なんか銀行が出しますよって言われたらビビってまうわよこっちも、うん、いやもうええー、俺これ以上やるつもりないねんけど、いやー行かなかんしょこれすごいね銀行、いや昔の銀行やそれいや今貸しとこがないわけよ、一緒や連中も営業マンが臨機、まあ、早いで帰ってくんの、本店あげんの。なるほどね、営業マンやから貸してなんぼやからね。貸したろろ、もう給料上がんねんから、うん、点数バンバン上がってくねんから。なるほど、わかりました。いやだから2億超え節目ぞこれ、うん、そっから加速度って2億ぐらいまでね、こうなんかねジメ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 やってるわけですよ。でもこれ超えたら、うん、こないだって上がってくるよな、売り上げちゃうで、ね、借金の話をしたら、もし何かあったら私子供たちの面倒見ますから。いやいや、先行で分けて子供たちの面倒見ますから。もうそれだから俺もうアフリカにでも逃げるかも分からないぞ。分かる。ジンバブエかどっか行ってるわ、ね、いいですいいです。ジンバブエかどっか行ってる、そこですっごい大きなね、かも分からないです。ああ、ジンバブエで不動産王なのかも分からない。日本は難しいでございます。今日これはね、はい、はいはいはい。